はいどうも百均にです。今回はダイソーに行ってきました。今日気になった商品がこちらになります。くるっと回って中閉じ簡単回るホッチキス、文具コーナーの方で普通に100円で売ってた商品なんですけど、なんかねこの普通のホッチキスと違ってここのね真ん中の部分回って中閉じっていうのが簡単にできる、そんな風に書いてあったんで、どんな商品なのかねちょっと気になって買ってきました。見た目はね普通のホッチキスなんで、これが一体どんな感じでホッチキス止まるのか実際やってみたいと思います。シャッキリ中開けますと、まあ見た目はね普通の、ホッチキスですね。もう普通にこう開いて、こちらも開くとここに芯を普通に入れてこういう形でカチッとするだけなんですけど、仮にねこう2つ折りにした紙を普通にホッチキスとして使おうと思えばパチンとホッチキスできましたね。これがね特徴がここの部分がこうくるっくるっとこれ回るんです。こういうね紙を持ってきたんですけど、こういうね輪っかを普通のホッチキスで作ろうと思うとどうしてもこう止めるしかないんですよね。さっきみたいにねこの状態こうしか無理ですからね。だからこんな感じの方法を止めようと思ったらこう止まらない、この横しか絶対止めれなかったのが、このホッチキスこっちにねくるっと回すとここにねはめ込めれるんですね。一回やってみますね。パチッと、おお、こんな感じの輪っかの、ね、リングを作るのにこんな風にできました。これすごいですね。アイデア商品っていうんですかね、こういうの。これはすごいいい感じですね。例えばねこういう紙、折った紙をね2枚持ってきたんですけど、これ重ねて、本みたいにしようと思うとこうするしかできなかった形ですよね。この状態で止めようと思ったらやっぱり無理だったのが、これを横にスライドさせてパチンパチンとすればノートのようなこんな中閉じができる。これは便利です。このホッチキスはすごい優れものじゃないですか。実際普通にね、ホッチキスとしても使えるし、こんな風に中閉じのね、サッシ作る時にも便利ですし、あとはこういう風なリング、輪っかを作ってね、ペーパークラフトみたいなのに作るのにもすごい便利そうですね。で、これ好きな角度にこうやって回るんで、これはなかなかアイデアグッズじゃないですか。だから実際にどこでも止めれるようにここねこんな感じで十字になってます。普通のホッチキスって横に一線入ってるだけのものがこんな感じでいろんな風に見やすい角度でホッチキス止めることが可能です。これは便利ですね。こちらの商品自体は閉じ枚数としては約10枚まで10号の針が使用できます。なのでこの針はねなくなったら普通にダイソーさんとかでも普通に売ってますから、替えの針は買い替えてくださいっていうことですね。でもこう中閉じができて、紙箱の留め合わせとかもできる、筒留めやペーパークラフトにも便利、これが面白グッズっていう感じなのかなということで、こちらがジャンコードになります。気になる方はジャンコード参考にお探しください。いやなかなか久しぶりにね文具コーナーで面白いもの見つけたなと思ったんで、気になる方はダイソーさん文具コーナーの方を探してみてください。じゃあ今回はこの辺で。また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。